かい。やめろそれ。今度は私の勝ちです。反則だ。親父の病院継ぐことになったと。え、そうなんだ、すごい、一大決心ですね。近いうちに祝杯あげに行かないと。そうだね。そういえばすみません、私お父様に言いたいこと言っちゃって。いや、親父の笑った顔なんて久しぶりに見た。最初は怖そうだなと思ったんですけど、でも本当は優しい方なんですね。先生に似てます。似てない。